はい、みなこんにちは、佐藤キングです。今日はですね、ちょっと皆さんにご報告があります。昨日行われた第74回全日本フェンシング選手権において、私、佐藤キングが決勝まで行くことができました。まあ、そのフェンシングの大会、国内の大会において、一番最高峰の大会になります。決勝戦はですね、別日になっちゃうんですけど、11月3日予定で、決勝戦の相手は東京オリンピックフェンシング団体で金メダルを取った加納光輝選手と対戦することが決まりました。もうね、こう普段からね、こう一緒に練習してる選手なんですけど、もうね、めちゃめちゃ強い。やっぱ相手の懐に入るスピードだったり、あとはそのメンタル面の強さ、あとはね、またこのフィジカルの強さだったりだとか、僕にはないものをこう彼はね持っていて、またね、こうなんかプライベートではなんかすごくね、こう動物が大好きっていうことで、また可愛らしい一面もあって、今ねこう女性ファンがね急増してるっていう話をちょっと風の噂で耳にしました。もう、ね、このままだとね、こうちょっと全てにおいてちょっともうボコボコにされちゃう予感しかないので、せめてね、この全日本の大会、一矢報いたいなと思っております。で、あと、昨日の大会のちょっと振り返りなんだけど、もうね、めちゃめちゃ緊張した。湿度が高い状態だったんですよ。ですので、なんかね、もう常に汗かきっぱなしで、だからこう、僕だけじゃなく、他の選手とかもみんな足つったりだとか、もう本当に過酷な状況でみんな試合をしてました。まあでもね、その中でもなんかこう決勝戦までなんとか残れたっていうのは本当に改めて嬉しいなと感じてます。またね、ちょっと余談なんですけど、まあ、他の選手とかは何でしょう、普段見てもらってるコーチだったりだとか、あとまあ全日本っていうこともあって、そのかつては教わってたそのコーチとかがこうベンチに入るんですけど。僕の場合はまあ同じ YouTube やっているそのメンバーの岡田がですね、ベンチに入って、まあ、撮影班という形でベンチから熱い声援を送ってくれて、まあなんか旗から見たらね、大丈夫かっていう感じだったとは思うんですけど、でもなんか普段気心知れた友達がこうベンチにいるっていうのはなんかすごくなんか新鮮だったんですけど、でもなんかすごくなんかやりやすかったですね。あとね、なんかこう SNS を通してまあなんか決勝行けたってことを報告したら、いろんな人からこうおめでとうであったりとか、次も楽しみにしてますという形で連絡が来て、すごく嬉しかったんですけど、中には本当にフェンシングやってたんだとかフェンサーだったんですねみたいなこうコメントもあって、そうね、なんかこう YouTube とかだとあまりこうフェンシングやってるような姿とかこう出してなかったんで、ちょっとこいつ本当かとちょっと疑われてた部分があったのかなと思うんですけど、まあ、今回しっかりと決勝行くことができたんで、ちゃんとねこうフェンシングやってるってところをこう見せれたんじゃないのかなと思います。またね、今回まあ、全日本を通してこう僕のことをこう知ってくれたっていう方も多いと思うんですよね。ですのでぜひこの YouTube チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また高評価も押していただけたらすごく嬉しいです。じゃあ最後に昨日の試合の様子を動画に岡田くんが収めてくれてるので、ぜひこの後見てください。それでは VTR スタート。Oh, man.
ケーオッケーオッケーオッケーお疲れ様です。なんとかね、逆転できたね、最後。よかった、マジで。マジ、一本勝負、マジでしびれたわ。ね、この動画見てくれてる人もね、あれだよね、マジで、エペの楽しさが伝わればいいなと思います。楽しみだね、でも。そうだね。だって観客も入るし。観客も入る。みんなの応援がね、力になると思うから、マジで頑張りたいと思います。あれだね、取材終わった後、武井壮会長に YouTube コラボ直談判した。そしたら、おー、やろうかみたいな。ちょっとまだ乗る気じゃなかったんで、あれだね、ちょっとちゃんと優勝して、それこそもうやってくださいよ。そう、ちょっと強気にいけるかなと思います。じゃあ、決勝も頑張って。頑張ります。本当に皆さん応援ありがとうございました。ありがとうございました。また頑張りますんで。
き続きサドギングフェンシングチャンネルお願いします。ありがとうございました。